南海バス南海バス光明池営業所南海バス光明池営業所は大阪府泉市巧妙台にある南海バスの営業所最寄り停留所は光明池車庫主に泉市と堺市南区泉大津市をエリアとするが大鳥堺東方面への路線もある当営業所が管轄する路線には1回の運行で 同じ停留所に2度立ち寄ったり、運行エリアが広いことと相まって、運行時間が1時間を超える系統や、当社直営の一般路線バスとしては、運賃が最高額となる系統がある。ところで、泉府中駅南側、国道480号線の踏切付近に、泉大津出張所があり、隣接して、泉府中車庫前停留所が設置されていた。 出張所は、その後巧妙池営業所に統合され、営業所のあった場所は、テナントビルとなった。車庫の敷地は引き続き方向転換地を呼び、休憩場所に使われていたが、その後が市駐車場となっている。また、停留所は、その後、国道480号線のアンダーパス完成による、泉市役所北交差点の交通規制変更に、伴い、 春木川線の泉中央駅方面のり場が、不動30号線沿いに変更となり、さらに、泉府中駅前バスターミナルの完成に伴う、全路線のターミナル乗り入れ開始を機に廃止された。泉大津駅発着便は、泉府中駅周辺で渋滞が多発する区間がある、ために、定時運行が難しいのも特徴である。は、2020年3月1日以前の、 系統番号を示す。当初は、三義県線として、泉中央駅マイナス三義県前の区間で運行を開始し、その後テクノステージ地区の開発の進捗に合わせ、テクノステージ地区への路線が設定された。鮮明のテクノステージ線への変更は2017年4月1日のダイヤ改正からである。指導泉中央線経由で運行されている。 当初は伊吹キ地区の開発の進捗に合わせて、高明池駅から伊吹キア3丁目から伊吹キア1丁目の区間で運行が開始された。その後、泉中央駅の開業や、指導泉中央線の未開通区間の開通により、運転区間は、泉中央駅、泉府中駅前となった。おおむね30分間隔での運行となっている。一時期は深夜バスも設定されていたが、 廃止された。また、ララポート泉開業の約1年後、一部の便が、ララポート泉前まで、延伸運行されるようになった。ララポート泉駅は午前中、泉府中駅前駅は夕方以降に運行されている。2018年4月1日からは、泉市立総合医療センターの移転開業に合わせ、泉市立病院前は停留除名が、 府中町南に変更となり、府中町南、寺門町一丁目の区間で、福祉会館前停留所と泉市立総合医療センター前停留所が設置され、日中の一部便は、泉市立総合医療センター玄関口に乗り入れるようになった。これに伴い系統番号を、特1系統から L1 系統に変更した。不動地地区分け線経由で春木川、 若歌島で運行されている。当初は、泉大津出張所の担当路線であった。泉中央駅開業前は、松尾寺行きや婦人子供福断地域などが運行されていたこともあった。泉中央駅開業後、東国から川中道間で、東国南及び泉中央駅を経由するようになった。なお、泉中央駅開業時には、 一時期ではあるが朝ラッシュ時間帯のみ、泉中央駅を経由しない、泉大津駅前駅の便が設定されたこともある。国道485線経由で、父木まで運行する長距離路線である。泉中央駅開業後、上中村室道間で、泉中央駅を経由するようになった。この路線は、半和電鉄が運行していた路線がその源流で、歴史が、 相当古い路線である。なお、泉中央駅開業時には、一時期ではあるが朝ラッシュ時間帯のみ、泉中央駅を経由しない、泉大津駅前行きの便が設定されたこともあるが、知木線では、その後廃止され、泉大津光明池線の光明池車越始発便の、系統番号になっている。泉大津駅前泉和田間は、知木線と同じ経路を運行し、孔明台、 城山台を経由する便と女鹿坂、変電所前を経由する便が設定された。当初は、泉大津出張所の担当路線であった。泉中央駅開業後も本系統は、泉中央駅へは乗り入れていなかったが、2017年8月26日のダイヤ改正から、平日の朝夕の一部便を除き、泉中央駅への乗り入れを開始した。 光明池駅を起点として、仙北ニュータウン、光明池地区及びその隣接地区を結んでいる。なお、赤坂台周り、城山台周りについては、2014年10月1日から一部の便が泉川岡駅へ乗り入れるようになった。光明池駅泉川岡駅の区間はノンストップとなる。当初は、光明池駅、 和田南潮山夫人子供福団地、緑ヶ丘団地、春木北口の区間で運行を開始し、その後一部便が松尾寺駅に変更となった。泉中央駅の開業により、巧名池駅石小山の区間が廃止となり、運行区間が泉中央駅松尾寺となったが、その後一部の便を除き美術館前までの運行となった。中央線を発が、 の宿まで運行されている。2017年4月1日より、発芽の3丁目対発芽の6丁目間が、新規開業した。阪和線北四の大駅と泉市る線大地区を結ぶ、循環系統である。一部の系統は、不動大阪泉泉線南線経由で、泉府中駅前へ乗り入れている。各駅と桃山学院大学を結ぶスクールバスである。学生以外も、 運賃を支払うことで乗車可能である。なお休校日は運休しているが、学校側の希望で運行している場合もある。2020年3月1日より、系統番号を付与した。父木線の光明池駅始発系統であった。泉大津営業所所間の路線だったが、境東、光明池線の前身ということで紹介した。なお、 この路線で堺東と毛穴を運行する路線が存在したが、これは堺東営業所所管の路線で、後に泉上町線になった。ありがとうございます。